妖怪人間ベム妖怪人間ベム妖怪人間ベムは2011年10月22日から12月24日まで日本テレビ系列土曜ドラマ枠で放送された日本のテレビドラマテレビアニメ妖怪人間ベムを原作とするが実写化作品でありオリジナルの要素も含まれている2012年には この実写ドラマの劇場版として映画化され、12月15日に公開された。ベム役には、カトゥーンの亀梨和也が、ベラ役には、アンズが、ベロ役には、子役の鈴木福が起用されたほか、ドラマオリジナルキャラクターとして、北村一輝が出演している。ナレーションは、アニメ第一作でベムを演じた、小林清志が担当していた。脚本は2010年4月期に、 同枠で放送された、怪物くんを手掛けた、西田進氏が担当した。また、亀梨は、山和なでしこ7変化以来1年9ヶ月ぶりの連続ドラマ主演であり、同局では、神の雫以来で、この枠での主演は、1ポンドの福音以来、秋クール放送のドラマ主演は、たった一つの子以来5年ぶりとなる。初回と最終回は15分拡大して22時9分まで放送。 妖怪人間ベムシリーズ初の完全地上デジタル放送でもある。実際の俳優が演じているため、ベムベラベロの人間体の姿はより人間に近いものとなっている。妖怪体の姿はアニメに近いが、ベムの両肩には鋭利な突起があり、体格以外でのベロとの個別化がされている。オープニングの映像では、アニメ第一作のアバンタイトル表示前に毎回、 放映されていた映像が実写でほぼ忠実に再現されている。ただし画面を引き裂くシーンがアニメではベロの役目だったのに対し本作ではベムの役目となっている。またアニメ第一作の実質的な主人公がベロだったのに対し本作ではベムが名実ともに主人公となっておりアニメでは控えめだったベムの露出が本作では大幅に増やされている。 本作は、第49回ギャラクシー賞マイベスト TV 賞第6回グランプリ、日刊スポーツドラマグランプリを受賞したほか、演技を評価されメインキャストは、第71回ザテレビジョンドラマアカデミー賞、主演団優勝、同女演女優勝など数々の賞を受賞した。キャッチコピーは、早く人間になりたい。ある実験により一つの細胞が分裂して生まれた、3人の、 妖怪人間ベム、ベラベロ。彼らは人間に勝るとも劣らぬ、優しい心を持っているにもかかわらず、その醜い容姿ゆえに人間から迫害され続け、人間になる方法を探し求め数十年間に渡って町から町へとさすらい続けてきた。そして、とある町でベムたちは夏目という刑事と出会う。な優しさを持つや彼の家族との触れ合いにより、 久しく忘れていた心のぬくもりを感じるベムたち。だがこの街の影では、奇妙な力で人間の悪意を増幅させ、犯罪に走らせる謎の男が暗躍していた。小形博士が人造人間の製造時に絶命してしまい、研究途中で偶然生まれ出た生命体。名前のない男と相反する善の心のみを持っており、本能的に人間を守る。 川の生命体として活動する。不老不死の肉体を持ち長い時を過ごして生きてきたが、妖怪人間ゆえに、精神年齢は生まれた時から変わらない。人間体では頭部に、こぶ状の角や臨場の皮膚があり、肩の周辺の皮膚が、鱗のようになっていることを除けば、見かけは全く人間と変わらない。しかし怒りや悲しみ、喜びであっても感情が高ぶると、 妖怪人間の姿に戻ってしまい、特にベロは少し驚いただけでも戻ってしまう。身体能力は人間をはるかに上回り、人間体の時も波外れた、超躍力や怪力を発揮できる。特に超躍力が優れており、高所からの着地も難なく対処でき、深い傷を負ったり拳銃で撃たれても一瞬で治癒する、回復力もある。しかしそれらの能力はベムたちにとっては、 人間との壁を作る苦痛な代物でしかない。ベムたちの数少ない理解者である家族、爆破事件で長男の誠を亡くしている。刑事である正気が怪事件に巻き込まれるたびに三人の姿を目撃し、次第に人間のために戦う妖怪人間の蘇生を知っていく。家族ぐるみでベムたちに温かく接し、最終回で正気以外も 変身体を目撃するが、ベムたちに対する信頼は変わらなかった。数年後に再会したのが劇場版である。ベムたちや妖怪人間のルーツである、小形新作博士の子孫たちだが、本人たちは何も知らない。夏目家とも信仰が、深く同じくベムたちの協力者である。最終回で、変身体を見た後、映画版で再会。蘇生を知り今度はベムたちが、 人間になるための協力をする。第1話第2話第3話、第4話第5話第6話、第7話第9話第10話、オープニングエンディング2011年11月23日に、妖怪人間ウェムオリジナルサウンドトラックが発売された。収録曲オープニング気づき1妖怪人間ウェム2011、組曲気づきに希望1希望3クラミ逃げる日常。 一恐怖ストリングスベノムソング異業の愛二行の、マナヨ二行の愛三悲しみ一悲しみ二悲しみ三、追う日常二日常三不音組曲妖怪セッション、なりたいの歌、何か異業の愛一希望に妖怪人間ベムのテーマ、映画妖怪人間ベムのタイトルで2012年12月15日に日本公開。映画版は完全オリジナルストーリー。この映画は最終章という位置づけである。 全国331スクリーンで公開され、2012年12月15.16日の初日2日間で、公衆2億632万5850円、動員17万5438人になり、映画観客動員ランキングで初登場第2位となった。キャッチコピーは、これで終わる。人間か、妖怪か。決着をつける時が来た。 名前のない男との最後の戦いで人間になることよりも人間を守って生きていくことを選んだベムベラベロは夏目たちの前から姿を消した。当てのない旅を続けていた三人がたどり着いた海沿いの街はかつてベムたちが来た街であり、そこでは怪事件が起きていた。被害者は大手製薬会社 MPL 製薬の社員たちだった。事件の謎を追うベムの前に倒したはずの 名前のない男が幻として再び姿を現すようになり、ベロは右足の不自由な少女、上野ミ知留に恋をする。ミ知留の父親は MPL 製薬の新薬開発研究者、上野達彦で、かつて名前のない男に操られた男に誘拐され、ベムたちに命を救われた少年であった。母親、上野さゆりは数年前の自動車事故で、 行方不明だったが、実は、新薬の薬害を公表しようとして仕組まれた事故で、生死の境をさまよい、辰彦が持っていた、不思議な力を持つ葉を絞ると復活をするが、人間妖怪とも呼ぶべき異形な存在になっていた。MPL 製薬への復讐を決意するが、力を使えば使うほど、左右の体を蝕み、コントロール不可能な巨大な植物に増殖し、 ベムたちと戦い破れ、元の姿に戻るが。枯れない派、新薬開発、左右利の妖怪化から、ベムたちは人間になれる唯一の方法を知るが、人間になれば妖怪の力を失ってしまう。助けを必要とする人間がいる限りはといって、遠くへ去る。世界に悪はなくならないという名前のない男に対して、この手を止めたりはしないと誓う。 映画妖怪人間ベムに関するカテゴリー、ありがとうございます。